B. ファースト東京ドーム公演2024シュントの歌唱力が見せた圧倒的パフォーマンス B. ファーストの漁気が見せたプルザトリガーの瞬間を見逃すな颯太と竜兵のダンスが見せた最高のシンクロ2024年の東京ドーム公演は B. ファーストのファンにとって忘れられない一夜となった B. ファーストライブインドーム2024メインストリーム マスタープランはプライムビデオにて世界独占配信中で、ファンの間では、ハッ b f ーラインドームーラインマスタープランや、ハッ b f ーラインセットセールなどのハッシュタグが飛び舞い、興奮が伝わってくる。このライブの特徴は、メンバーのシュント、ジュノン、ソータ、リュウヘイらが見せた圧倒的なパフォーマンスだ。シュントの歌唱力は天才的で、ジュノンのかっこよさはファンを虜にした。 ライブ中の盛り上がりも凄まじく、ファンはこの曲が大好きだと口を揃えて言っている。ジョンウさんへの思いが届いたこともあり、ファンの喜びはひとしおだった。ジョンウさんの願いが叶った瞬間、ファンの間には喜びの声が広がった。ソータとリュウヘイ、そしてシュントの三人が踊る姿は、まさに最強の組み合わせだった。特にソータのダンスは目を見張るものがあり、 彼のバイブレーションは脳内をパンクさせるほどの衝撃だった。劉兵の美しい指先やシュンとの表情も見逃せないポイントで、ファンは彼らの細部に至るまで魅了された。ジョンウさんへのリクエストにいられたパフォーマンスは、ファンとの素晴らしいつながりを感じさせる瞬間だった。また、両気や雄太といったメンバーもこのライブで大いに活躍した。特に両輝のパフォーマンスは圧巻で、 ファンの間では彼のかっこよさが話題となった。両機がソータに教えたことが、ファンの間で嬉しい驚きとして受け取られた。彼の、プルザトリガのシーンは、特にファンの心に残る瞬間だった。ソータのジャンプ力も凄まじく、このフィジカルの強さは彼のパフォーマンスに大きな影響を与えた。このライブのもう一つのハイライトは、B、ファーストの楽曲がライブでどのように変貌を遂げたかという点だ。 例えば、セットセールはライブで一段と盛り上がりを見せ、ファンの間では最高の一曲として愛されている。シュントとロックな曲との相性は抜群で、この組み合わせはファンにとってたまらない魅力を持っている。特にロック曲の中でのシュントのパフォーマンスは、一層光り輝くものだった。ファンの中には、このライブを見て感動し、涙を流す人も少なくなかった。B ファーストのメンバーが見せたパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えたものであり、彼らの音楽に対する真摯な姿勢がファンに伝わった結果だと言える。例えば、スカイハイさんが裏で泣いてしまうほどの感動を与えたことからも、その凄さがうかがえる。シュントのかっこよさやソータのジャンプ力、リュウヘイの美しい指先など、細部に至るまでファンを魅了したこのライブは、まさに最高の夜となった。このような B、 ファーストのライブは、ファンにとって特別な体験であり、彼らの音楽とパフォーマンスが一体となった瞬間だった。ファンの中には、もう一度生で聞きたい、見たいという声が多く上がっている。このライブがもたらした感動は、ファンにとって一生忘れられない思い出となり、彼らの心に深く刻まれることだろう。また、B、ファーストのメンバー自身も、このライブを通じてファンとのつながりを再確認し、 ここれかららもさなる高みを目指して進んでいくことだろう。ライブが終わると、会場の熱気はしばらく冷めることなく、ファンたちは興奮と感動の余韻に浸っていた。ステージが撤収され、音楽が終わっても、その余韻は会場の空気に残り続け、ファンの間での話題は尽きなかった。ライブの中で見られたシュンの華麗な歌唱や、ジュノンの洗練されたパフォーマンスは、 まさに一流のエンターテインメントを感じさせるものであり、彼らの努力と情熱が結実した瞬間だった。また、ソータとリュウヘイの連携は、まさに見事なもので、ダンスのシンクロは他の追随を許さないほどの完成度だった。ファンたちは、彼らのパフォーマンスを見て簡単し、その技術の高さに驚きを隠せなかった。特に、ソータのジャンプ力とダンスのキレは、 彼のフィジカルの強さを証明するものであり、彼の成長と努力の結晶であると感じられた。一方で、両機の存在感も忘れてはならない。彼のパフォーマンスは、ライブの中で独自の魅力を放ち、多くのファンを引き込んでいた。両機が見せるパフォーマンスの中には、彼自身の個性と情熱が色濃く反映されており、それがファンにとって大きな喜びとなっていた。彼のかっこよさや、 曲に対する深い理解が、ライブ全体のクオリティを一層引き上げていたのだ。このようなライブの成功は、単なるパフォーマンスの成功だけではなく、B、ファーストがファンとの深いつながりを築いたことを示している。ファンたちは、メンバーの努力と情熱を直に感じることができ、彼らとの距離が一層縮まったと感じている。特に、ソうやシュントがファンのリクエストに応える姿勢は、 彼らのファンへの真摯な姿勢を物語っており、ファンとのコミュニケーションがどれほど重要であるかを再認識させるものであったこのライブを通じて b ファーストの音楽とパフォーマンスはますます進化しその影響力は広がり続けているファンからの熱い支持と期待に依頼続ける b ファーストはこれからも新たな挑戦を続けていくことだろうライブの中で見せた彼らの魅力や情熱が 今後の活動にどのように反映されるのか、ファンたちは期待と興奮を胸に、次のステージを待ち望んでいる。また、このライブがもたらした感動は、音楽だけではなく、ファンとアーティストの関係性の深さを改めて確認させるものとなった。B、ファーストのメンバーたちは、単なるパフォーマンスの枠を超え、ファンとの絆を深めるために日々努力している。彼らの情熱と努力が、 これからも新たな感動を生み出しファンとの絆をさらに強固なものにしていくことを願ってやまない。ライブが終了した後、会場を後にするファンたちの顔には、満足と喜びの表情が浮かんでいた。彼らは、この一夜の思い出を胸に、これからも B、ファーストの音楽を愛し続けるだろう。そして、次のライブや新たな活動を通じて、 再び彼らと心を通わせる瞬間を楽しみにしているに違いない。B、ファーストのライブは音楽の力を再確認させると同時にアーティストとファンとの絆の重要性を示している。彼らのこれからの活動がさらに多くの人々に感動を与え、音楽の力で世界をつなぐことを期待している。あなたもこのライブの感動を共にしたいと思う瞬間が訪れることを願っている。 ライブの後、ファンたちはさまざまな形でその余韻を楽しんでいた。SNS では、ライブの感動を共有する投稿が次々とアップされ、ファン同士の交流が活発に行われていた。ハッシュタグ、ハッシュタグ b f ンドームアンダーラインマスタープランやハッシュタグ b f ンダーラインセットセールには、ライブの感想やメンバーへのメッセージがあふれ、そこにはファンの深い愛情と興奮が込められていた。コメントの中には、 メンバー一人一人のパフォーマンスに対する称賛が並び、特にシュントの歌唱力やソータのダンスに対する称賛が目立った。ファンの感想やコメントは、ライブの感動をより一層深くするものであり、彼らの思いがどれほど強いものであるかを物語っていた。特に、シュントの歌唱力が天才的だったソータのジャンプ力に圧倒されたといったコメントが多く、これらのパフォーマンスがファンの心に強く残ったことがうかがえた。 ライブが持つ力、つまりその瞬間にしか味わえない特別な感覚が、ファンを引きつけてやまないことが実感された。